3対3と分かれているうちから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートを決めたらばダッシュ勢4号艇、5号艇1周1マーク一気に攻めるか、4号艇のヒーラーターか、角からのまくり、5号艇の西村が打ち差し割っていきます。外から6号艇の佐藤となりますが、ここは奮起の攻め、4号艇のヒーラーターが単独先頭。昨日落水ありました。体は大丈夫でした？あ、はい、大丈夫です、はい、モーターも大丈夫そうでしたか？まあ、落水なんでモーターは異常はないですけど、もともと異常ありなエンジンなんで。そうですよね、はい、少し気配は上向いてきたんですか？いやー、もう回った後はもうちょっと反応がないですね。はい、うん、競らないようにしたいんですけど、うん、簡単に追いつかれるので、まあ、今節はちょっといいエンジンも多いので、はい、仕方ないですね。はい、ずいぶん、ね、差がある感じですもんね。すごいですね、はいはい、私のファンの方々は分かってると思いますけど、まあ、いいレースも悪いレースも多いですけど、はい、自分らしく頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。3対3内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのはわずかにセンター勢3号艇、4号艇ですが、陰線1号艇の平高もきっちり仕掛けて、先に舞うのはその1号艇の平高、まくっていこうと3号艇の北、刺してきた2号艇の隅、バックへ入っていきますが、先頭は1号艇、ここは踏ん張って平高7です。3号艇の北が2番手、3番手は2号艇の隅。スタートは正常でした。2マークを目指します。先頭1号艇のヒーラータカ、2番手内から迫る2号艇、3号艇は指して北奈由香、方面へ帰ります。上位体型は1番、3番、2番の体型。特に変わり映えもなく、なかったですか？出口は押し感がないですね、やっぱりね、はい。じゃあ明日に向けては何か考えなきゃいけませんかね？まあ、出口が進まないので、まあ、コースは遠いしからちょっと厳しいんで、まあ、整備もひらめかないし、まあ、プロペラで行くとは思います、はいはい。それでは明日に向けてファンの方にメッセージお願いします。はい、なんとか順入に間に合ったんで、はい、明日も頑張ります。